はいえー、皆さん、こんばんは、ホワイトベース館内放送ですね、えー、今日は火曜日なんですけれどもあの、僕、休日出勤してるんで、このまま普通にやっていっちゃおうと思うんですけども、あのアパレル類ご注文いただいている方々、皆さんありがとうございます,で、えっとですね、まだちょっとこのシステム、使い慣れてないせいもあるんですけども、 えっと、皆さんにいただいている、あの、入れて、入力いただいているメールアドレスですね。えっ、ー、と、ご注文いただいた直後に、えー、自動返信でそこから注文内容の確認が入った後に、えー、あと手動で我々がですね、えっ、ー、と、受注のメールを送るんですね。その受注メールにですね、えー、振込先講座番号等が書いて、あと合計金額ですね、書いてあるんですけども、 えっと、なんかあの、20件中2件ぐらいはですね、あの、メールが届いてないっていう方がいらっしゃるようなんですね。なので、あの、注文いただいてから、あの、自動返信、もしく,もしくは、受注確認メールがどうしても届かないという方がいらっしゃいましたら、えー、ショッピングページのですね、問い合わせフォーム、もしくは、うちのメールアドレス、えー、お電話番号、どれでも構わないのでご一報ください。えー、折り返しですね。 え、合計金額と振込先等についてお知らせをさせていただきます。で、えっ、ー、と、あと、代引きの方については、えー、特に口座番号等はいらないんです、あの、いらないとは思うんですけども、えー、発送連絡の方がありますので、代引きの方もですね、含めまして、もし自動返信の方が来なかった場合、ご連絡ください。えー、特にですね、えー、携帯のメールアドレス、えー、もしくはそのドメイン等で、 スパムを設定されている方の方には届きづらいようです。で、うちあの、お店のメールで Gmail、ま、使ってますので、なかなかですね、えー、そこが届かないケースがあるようです。はい。すいませんけども、あのー、もし届かない方いらっしゃいましたら教えてください。あのー、どうしてもですね、我々の方がですね、あの、複数の方々を同時に 注文を扱っているので、えー、お一人ずつですね、手間が行き届かないところもあるんですけれども、えー、そういう時はご一報いただけたら非常に助かります。で、あと、あの、今、えー、結構、あの、時間をかけてはいるんですが、ご注文いただいている方々にですね、あの、お電話を差し上げてます。で、えっ、ー、と、私もしくは石郷家がですね、かけてるんですけれども、まあ、二人で同時にこう、 どうしてもですね、えー、そんなにすぐ、えー、何十件もできるやることができないのではかどらなかったりするんですけども、えー、うちの電話番号、ですね何件かありますあの、ウィルコムを導入しているので、えー、070発番からですね、えー、着信があることもあるんですが、えー、知らない番号で気持ち悪いとは思うんですけども、えー、ぜひ出てやってくださいはい。 えー、まあ、お電話の内容はですね、えー、ご挨拶とあとメールが届いてるか届いてないか確認、えー、それからご注文内容の確認ということでメールをさせていただいております。で、もしですね、内容について変更がある場合はですね、えー、お電話等で受けたまわりますので、発送前だったら対応ができます。はい。で、その場合なんですけども、注文番号を控えの上ですね、えー、ご連絡をください。よろしくお願い申し上げます。 はいでえー、とそうですね、えー、うちの方で公開している番号、3つあります。えー、代表電話が042507の2630、それから、あのー、ウィルコムですね、えー、うちも経費削減のためウィルコムで、えー、かけたりとかしてます。その番号が070の66487406と070の66482485、えー、この2つの番号を使ってますので、はい、えー、どうぞよろしくお願い申し上げます。でえー、と 今ですね、まあ、昼間も日中もちょっとやってたんですけども、あのボディ選定ですね、えー、やっていたしております。まあ、その中でですね、えー、いいものを選んでいこうと思うんですけども、あとあ、店頭でのご注文も承ってます。で、店頭でご注文いただいて、でご注文いただいた内容うちの方で入力をしてですねで、その後店頭引き渡しという形で、えー、やってます。もちろん店頭で注文いただいて、あの発送でも大丈夫ですし、えー、ネットで注文いただいて、えー、それから店頭引き渡しということも 可能ですで、まあ、これができるのもですね、えー、受注発注で今、オーダーをしているということがありますので、どうしても納期ですね、えー、14営業日ほどかかります。で、それが、えー、と明日ですね、えー、ボディーを選定して決めて発注で、おそらく明後日て、えー、29、30、31、木曜日発注なので、そうですね、27、14、えー、おそらくは、 11月の3週の末ぐらいに出来上がってくるのかな、というふうに思います。一応今いろいろプッシュをしたりですね、えー、件数をまとめることによって値段、価格とかを交渉してます。どうしてもあのー、売イに対しての原価っていうのを割合を決めてる以上ですね、えー、そこにで使えるボディっていうのは決まってしまう、ボディの原価決まってしまうんですけども、ただまあ、数量をまとめることによってですね、 価格交渉をして、より少しでもいいボディを同じあの玄関の中でですね、注文していこうということで努力をしております。はい。やっぱり、あの、どうしてもですね、数量が少ないのと多いのとでは、あの、向こうの問屋さんの方もですね、やり方が変わってきてしまうとは思うんですけれども、はい。あの、ぜひその点は皆様にご協力いただければと思います。はい。で、えー、っとですね。 そんなもんかな。そう、あとは住所確認させていただいて、えー、電話かけてで発送してという感じですね。はい、頑張ってますので。 どうぞよろししくお願いいたしますやっぱこういうのっていうのはあの物を作っていくっていうのは楽しいですね、非常にあの面白いと思います、で今、あの他にもですね、えー、小物が何か作れないかということでいろいろ調べているんですけれども、びっくりしたことで,で、すね、えー、と全然関係なくい,い、初めて知ったようなところにですね僕があのこんな感じのもん作れませんかみたいなあの問い合わせを出してみると、ですね1件なんですけどあの、普通に二宮翔平ホワイトベースとして。 メールをというか、フォーム問い合わせをしたら、ですね返信に二宮店長様と、こちらは社長さんの柄でしょうかということで、返信が返ってきて、えっと思ってよく読み進めてみると、ですね私もあのそもそもバイク乗りでということで、もしかして、私の動画をご覧になったことがあるのでしょうかというような、ですねそんなミラクルが、ままあります。 はい。本当なんかこういうことが起きるとですね、いやーもうなんか悪いことできないなって思いますね。まあ、悪いこと、悪いことなんかしてないですよ。してないけど、してないですけど、なんかこう、なんか妙に自分自身のですね、えー、周囲に対する態度もですね、あの、必要以上に丁寧になってしまうというような感じになっちゃいます。はい。えーと、あとですね、 え今、その、ステッカーは付かないんですかっていうお話なんですが、あちこちからですね、あの、お質問いただいてるんですけど、本当に申し訳ないんですけども、あの、ステッカーがですね、作成するのが、非常にあの、反則品として作成するのはですね、ちょっと、あの、手間がかかりすぎてしまっているので、えっと、ステッカーの添付というのはですね、今のところいたしておりません。で、その代わりに量産が可能なですね、T シャツと まあ作ってはいるんですけれども、まあ、なんとか、うちにある分だけでもですねなんとか配布できたらとは思うんですが、はい、なかなかですねあの少人数、少数制でやっている以上、あのー、いろいろとこうやらなきゃいけないことがこう山積みでして、えー、なかなか進んでおりませんで、あのー、鬼の半蔵の文字をいただいた方々にもですね、えーあのー、手紙を書かなくちゃいけないんですけれども、それも全然進んでいないという、この手いたら、本当に申し訳ございません。えー、なんですけども でえー、っと、そう、あのー、ちょっとね、できれば僕、先行して、速いっぽいのパーカーを身につけて、で、速いっぽい走りをしたいんですけども、なかなか、なかなかそれもうまくいかんということで、どうしようかな、速いっぽい、速いっぽい背中につけてなくても、速いっぽい走りってできないかな、<laughs> なんて思うんだけど、難しいだろうか。 企画してみようかなと思います、はいえー。クイックシャンプー、クイックワックス、シェイク、メタコンセットは通販してないのですかあれないのかなあの、ちょっとこれ、物販部に、物販部って、ぶって言っても1人しかいないんですけども、あの物販の人にこれ言っときます。はい。えっ、ー、と、ビット。ありがとうございますね。そうしたあのメッセージ、非常にありがたいです。ないのかなあれ和光ケミカルで。 クイックシャンプー、クイックワックス、シェイク、メタコン。クイックシャンプー、クイックワックス、シェイク。クイックワックス、クイックシャンプー、シェイク、メタコン。あ、あるな。和構図洗車セット、金属磨き、メタルコンパウンドってやつが、クイックシャンプー、クイックワックス、シェイク、メタコンですね。はい、あります。このページを送ってあげようかな。変身。 すみませんね仕事しながらで申し訳ないトイレですえっ、ー、とーんーーあホワイトベースオリジナルアパレルはメールオーダーとかも可能でしょうか えっと、メールではちょ、っメ,メールでオーダーってことですよね。メールでのオーダーはすいません。受け付けてないです。あのー、ショッピングページからあのオーダーください。じゃないとちょっとぐちゃぐちゃになっちゃうんで、本当申し訳ない。そのために、あの、お作りしましたので。はい、すいませんけども。えー、どうしてもあの、ガラケーしかなくてできないよっていう <laughs> パターンでしたら、まあ、それは仕方ないんで連絡ください。お願いします。はい。で、えっ、ー、と。 <laughs> 自分はめっちゃくちゃ恥ずかしがり屋なんです、えー、特に人前とか他人の目がすごく気になります、えー、この恥ずかしいという気持ちを克服したいのですが何かいい方法はありませんでしょうかうんわかります恥ずかしいですよね、うん、でもそれ何度もやっていくしかないと思います、えー、イメージとかあイメージトレーニングでいろいろあるとは思うんですけども、うん、やっぱりこうちゃんと人前に出て えー、話をするというミッションをいくつもやっていって、初めて、えー、緊張感というのはほどけるのではないかなと思います。あの、こう見えて僕ですね、もともと、口下手なんですよ。あの、こんだけペラペラしゃべ,しゃべっておきながら、なんだこの野郎って言うかもしれないんですけども、えー、高校ぐらいの時までかな、非常にひどいどんもりでして、 ワンセンテンス言い直すのに何回もかかるようなやつだったんですね。あの、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 あのとか。まあ、時々そういう片に出るんですけども、こうやって、あのー、話、話してる時ですね、えー、非常に頭を回転させてですね、あのー、こう、まあ、途切れないように頑張ってるんですけども、まあ、こうやってカメラ向けられたりとか、あ,あとイベントの時になだと人前で喋るっていうこともやっぱあるんですけども、うん、まあ、緊張しないことですよね。で、いつもの自分を出して恥ずかしがらずに、 うん、まあ、アホなことも混ぜながらっていうのが、まあ、やれればいいかなって思うんですけども、なかなかうまくいかないですよね。わかります。はい。まあ、これも、練習するしかないですね。やっぱこう、目の前に映っている、その人たちを、まあ、人と思わない。うん。人と思わないって、まあ、ちょっと言い過ぎかな。わかんないですけど、必要以上にですね、あの、目線を感じないことですね。映像として捉えていただいて。で、なおかつ、自分に対して集中できるキャパを残すっていうのが、 まあベストなんじゃないのかなと思うんですけど、僕自身もやっぱちょっと得意じゃないんで、うんまあ、あの意外かもしれないんですけどね。でこうやってあのカメラの前で話すっていうのは、知ってます皆さん。僕、独り言なんですよ。こ誰,もね、誰もいない店内でパソコン見ながらブツ,ブツ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 話すっていう、ただそれだけなんです。<laughs> 申し訳ないんですけどもね、あの僕も得意じゃないですよ。はい。えーと。 えドラッグスター400に乗っています。バイクのオイルについて質問です。正規点でこれでしっかり変えていけば十分と言われた安めの鉱物油を早め早めに変えていくのと、えプロステージを指定された30 3000キロちょっとくらいで変えていくのでは、どちらがエンジンには良いですか化学合成油はゴム類に攻撃性があり、漏れにつながるデメリットがあると聞き、悩んでいます。えーと、これずいぶん昔の設定の話ですね。今化、化学合成油がゴム類に攻撃性があるっていうのはありえないです。えー、これ、ちょっと曲がった知識ですね。 はい、あのどんなことかっていうと、えー、と大昔のバイク、本当に大昔のバイクっていうのは、ですね、えー、そのガスケットのところに天然素材を使ってたりするんですよ、例えばコルクとかで、そういうものっていうのは鉱物油を入れてやらないと溶けたりするんですけど、どのくらい古いものかっていうと、目黒とか、なんかハーレーのもう70年代以前のバイクとかですね。 まあそういういものですね、えー、今の現状のものでしたら、あのメーカーも例えばドラッグスター400、お,お乗りのねあの400とかでしたら、まずありえないです、まず最近のドラフスタが、ね、コルクのガスケット使ってるのは絶対ないんで、はい化線のものをあの化学的に合成されたものを使ってますので化学合成油がそれを溶かすっていうのはですねまずありえないです。はい で、えっ、ー、と、鉱物油でも、あの安い鉱物油であっても、早めに変えていく分にはいいんですけども、ただ劣化が早いですね。はい。や、安いオイルってやっぱり僕はまあんまおす,すめしないです。昔僕がバルカン乗ってた時に、あの、安い鉱物油をですね、あの、1000キロごとに交換してたんですけども、やっぱり、あの、シリンダーヘッドの、あれですね、あの、バルブステムシールいっちゃってですね、オイル、オイル下がり起きましたよ。はい。だから、安いものっていうのは、やっぱそれまでなんですよ。 で、特に、あの、ドラッグスター400っていうと空冷なんで、オイルとかに対しての負担が大きいわけです。やっぱりそういう時っていうのは、あの、オイルが色々負担してる分、オイルはケチンない方がいいと思います。はい。僕はそういうふうに思います。早め早めって言うんですけども、どこが早めとかわかりますオイル見て、あ、これちょっと傷んできたの早めに交換しようとかわかりますここまで、 のレベル。例えばペロッと舐めてみて、酸化してるかしてないか分かったりとか、あの、そこに混じってる金属粉が舐めて分かったりとか、匂いで分かったりとか、っていうんだったら、安めのオイルを早めっていう選択肢もありだと思うんですけども、そういう、そこまでのがないのであれば、早めっていうものが皆さんわからないと思うんですよ。であれば、いいオイルを、あの、きちんとした距離数まで使って交換をしてやるという。これが一番ベストだと僕は考えてます。はい。あの、 今時のバイクで化学合成油でガスケットが溶けるとか絶対ないです。はい。安心してください。えー、次ですね。はい。えっ、ー、と。うーんと。これは質問というか、歯並びが悪いので強制したいです。はい。頑張ってください。はい。えーとね。 デンマークは医療費が全て無料らしい、えー、強制手術も入っているのが二宮さん知る限りでいるので教えていただきたいです。えー、っと、まあ、ちょっと僕の知ってる知識だけで言いますと、通常、の医療費が無料の国っていうのは、その国の国民だけです。はい。あとはもしくはですね、ワークビザとか、移住権がある人で、えー、共通しているのが、納税をきちんとしている人に限っては、おそらくは無料かもしれないですね。はい。 全て無料。うん、あの僕、デンマークは知らないんですけど、も、やっぱりスウェーデンとかあっちの方って消費税率が20%近くあったりするんですねで、そういう国が医療費が無料っていうのはあるんですけども、もちろんそれを支払ってる国民のみの話、はい、で消費税だから観光客がいても支払いますよねで、どうなるかっていうと移民をたくさん入れるんですよ。 移民とかワークビザだけとか、そういうテンポラリーの人をたくさん入れて、安い給料で働かして、で、税金をかっぽり抜いて、で、地元の人は、あの、医療費無料になったりとかですね、えあれで失業保険が手厚かったりとかですね、そういう国もございます。はい。なので、海外行けば何でもその国の人と同じにいい待遇になるっていうのはないです。その国に行けば我々は外国人ですからね。はい。ということを踏まえて、 えー、考えましょうでちなみに歯,歯,歯ですね歯の治療で、えー、保険が使える、えー、国民健康保険なんでもいいですけど保険が使える国っていうのは非常に少ないですでその非常に数少ない国のうちの1つが日本ですので日本で治すことを僕は非常に強くお勧めします僕はニュージーランドにいた頃ですねあの歯の詰め物がポロって取れましたこれポロって取れたの持ってってはめてもらうだけで いくら買ったのかしら ?1 万4000円取られましたよ。で、ニュージーランドっていうのは虫歯が少ない、えー、で歯のです、ね、治療技術が非常に高いということで、えー、かなり評価を受けている国なんですけども、うん、なんか中国人医師が出てきて、日本の治療はホラブルだとか、あのボロクソ言った後にですね、なんか接着剤みたいなのをつ,つけて歯にガッて押し込んだだけで、1万4000円とかですよ。すごくないですか俺はすごいと思う。うん、それで。で、200ドルだったんですよ。 で、当時の金額で言うと大体1万4千円くらい。はい。まあ、1万6千円くらいかな。わかんない。80円くらいか70円くらいか。まあ、そのくらいですよ。当時のニュージーランドドルね僕は日本で直すのがいいんじゃないんでしょうか。と、思うな。はい。で、えっ、ー、と、エクストリームライディングがしたい。えっ、ー、と、やめた方がいいですよ。死んじゃいますよ。バイクが。はい。えー、次行ってみようかな。よいしょ。 えとこれはうん,うんとですねえんうんちょっとこれは後で質問コーナー えっと、なかなか答えづらい質問が多いな。最近アクエリオンの曲が頭の中回っててしょうがないです。えっ、ー、と、えー、バイクの、えー、車のタイヤ側面の艶出しスプレーやあーリキッドタイプの艶出し剤があるのですが、 えー、バイクの側面はコーナーリングなどでも使用しない部分なのでペーパーウエスなどに液をつけ、艶を出したいですですがバイク用品では売られておらず車用のタイヤ艶出し剤の説明を見るとバイクには使用禁止となっていましたへぇ和光図のタイヤ艶出し剤のスプレーのやつを買おうと思っていますがバイクには絶対使用してはいけないのでしょうかこれおそらくですねバイクのそのタイヤのサイドウォールと接地面の区別がつかない人が使って事故になるから あの使用禁止ってて書いいあるだけなななんんじゃないのかなと思うんですよ車みたいな感覚でバイクにも塗っちゃうと、ですね要はその結構、際どいところに塗ってしまうっていうのがあると思います。だから、やっぱり分別があって、ですねどこまでだったら使わないっていうのが分かってる人ー塗っていいんじゃないでしょうかね。うん、なんかそういうふうに思いますけども、あくまで僕の,あの個人的な意見ですよ、ええあの、メーカーの回答じゃないんで、<laughs> はい、申し訳ないんですけども、そんな感じで。 よろしくお願いしますはい、えー、うんこんな感じだな今日の質問コーナーははいえっ、ー、とあユ、うん、ーストリームで僕がアクエリオンの鼻歌を歌っているので <laughs> たくさんの男性の方が私と合体したいとおっしゃっているのがわかりますありがとうございます 面白いな WR400F、えー、以外にお空を飛べるバイクってありますかうんとウルフは飛んだようんウルフは飛んだ橋のバンプであの宙に浮きましたねウルフとか NSR 飛びましたはい <laughs> 俺のが翔ちゃんに対する愛情では負けてないあいつの間にか99人に視聴なさってますねありがとうございます皆さんはい そんなわけでですね、ホワイトベースのアパレル関係先行注文、まだ受け付けております。はい。えっ、ー、と、まあ一回頼んで、で、とりあえず今の時点から14営業日ですね。だから明日、朝さの発注から14営業日ですね。で、それからまたその、締め日を作りますので、で、その日からまたちょっとずれ込みますけどね、あの14営業日っていうのをちょっとやっていこうかななんて考えてます。要するに締めて注文、締めて注文っていうのを、 やっていこうかなとでとりあえず先行,発売の分で先行予約の分ですね、でそれを受けて、でえー、と24日のお餅つきに間に合うように在庫を作ります、はい、まあ、在庫って言っても、そんなにたくさんは出ないかなという気がしますけれどもね、どうなんでしょう、まあ、サイズ的にやっぱ ML が多いかな、うん、パーカーは僕はあの今日 M 着てみて、あ自分はやっぱ XL だなと思いました、173cm、17 70kg 以上あるんで。 で、割とその肩、肩周りがですね、しっかりしてる人間なんで、そこはちょっとデカめの方がいいかなというふうに思います。まあ参考情報ですけれども。えー、えー。と。飛びます、飛びます、飛びます。三 <laughs> 3人飛びます。<laughs> えっと。24日の件は、まだ全然、まだ全然未定ですね。はい。まあ開始12時ぐらいかな。うん、準備はやりますけども。 うんお持ちの日、雨天結構。雨天結構ですよやりますよ雨天でも関係なくいたします。はい。しかも、雨天だと、オイル交換が。あ、でも、もともと割引するから、それ以上割引できねえわ。<laughs> すいません。まあ、そういう時は、次回の割引チケットなんか渡しましょうか。そういうふうに考えてます。え、よろしくお願いします。えー、店頭受け取りの人も、 えー、お先にお振り込みした方がよろしいのでしょうか、えー、とちなみにですね、えー、とご注文を受けただけだと僕、えー、の方もオーダーを出してません、ご注文を受けて受注確認メールをお送りして、でそこに振り込み先と合計金額がありますで、ご入金を確認した,した時点で注文確定になりますので。 でそこからうちはオーダーをかけています、はいでまあ、ちょっと代引きの方は違いますけども、えー、受注の件です、ね、は、えー、銀行振込等の場合はそのようなフローになります、はい、よろしくお願いします。えー、というのも、ですねやはりそのご注文を受けて、えー、まあ僕、まあ、皆さんのことをあの信じてはいるんですけども、一番あの恐れているのが、えー、注文いただきましたと、で物を注文しましたで、工場にお金払いました。 で現金回収できていませんというと発送できないです、そうすると在庫として浮いちゃうんですね、浮いちゃうということは、それだけあのお金が無駄になってしまうということで、次の政策がなかなかできなくなりますし、価格にまた反映して、価格が上がってしまうというのはですね一番やっぱり僕らがえ恐れていることなので、そこは申し訳ないんですけども、ご注文いただきましたら、ご入金をいただいて、あとはこちらからきちんと発送、責任持ってさせていただきますので。 店頭の予約の場合も同じです。店頭でご注文いただいたら、えー、先にお金をいただきます。で、その時に、えー、発送の場合は送料分も頂戴いたしまして、で、店頭引き渡しの場合は送料はいただかないというような感じです。で、いずれにせよですね、えー、入金確認もしくは発送のご連絡をしたいので、えー、当初の、あさっきさ最初、最初の方にですね、申し上げたとおりでですね、えー、メール。 えー、受注確認のメールが届かないという方はあ、早めにご連絡をください。で、その方にはですね、お電話にての対応をさせていただきますので、えー、よろしくお願い申し上げます。はい。こんな感じで、えー、今日もやってまいりましたけれども、はい。えーと、土曜日卒業に行ってきますという方、えー、9848470さはい。先に行っておこう。勝利の栄光を君に。 わ <laughs> かんない人は聞いてもつまんないなはいえー、しょうちゃんはどんな男がタイプ俺みたいな感じああそうだよそうだよそうだよそういうことにしといてくれ <laughs> ああえっ、ー、と入金した後ならカラー等変更可能ですかえっ、ー、とすいませんカラー変更等はあのー、一応基本的になしの方向でお願いしたいんですっていうのは煩雑化するんで えー、ミスが生じます。なので、基本的にカラー変更とは、あの、なしの方向でお願いしたいんですけども、もし、あの、どうしてもなさりたいという場合は、えー、ご注文番号をお手元に控えていただいた上で、えー、お電話ください。はい。メールだと、あの、チェックできたりできなかったりっていうのがありますし、メールをいただいた時にはすでに発注かけてたりしますので、えー、入金前に、ですね、えー、お電話にて、えー、は、 受注番号をお控えの上、えー、お電話にてご連絡ください。で、その時に我々が、えー、私か石郷かが、えー、対応しますので、はい、ご連絡をください、えー。お電話で連絡ください。よろしくお願いします。はい、えっと、さっき何のエロ漫画読んでたのですかという,うコメントが来てるんですけども、エロ漫画とは、貴様、エロ漫画とは、失礼な、これじゃ、ザンジョジョリオン 5巻。はい。ジョジョリオン5巻です。皆さん、買ってください。10冊1人、乗るまで。え <laughs> 最近俺に冷たいな。他に好きな男でもできたのかって。あでも本当、原ネタばっかりだよな。はい。<laughs> そのニット帽、好きですっていうコメント。はい。僕はあなたが好きですよ。はい。えー、っと <laughs>。 はい。とりあえずですね、えー、時間になってまいりましたので、えー、今日はこの辺りにしようかなと思います。えー、っとですね、引き続き、えー、ご注文の方を受けたまわっております。あのー、まだまだ、えー、注文分ですね、えっ、ー、と、え先、ー、行予約分はあ、まだ数に余裕がございますので、えー、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。はい。えー、従業員一同ですね、ご注文をお待ち申し上げておりますので、はい。ぜひ皆さん、街中で来てやってください。はい。 ありがとうございます。で、あのー、受注文はですね、一生懸命僕、あの、電話で、ありがとうございます、ありがとうございますっていうのでですね、あの、お電話を開始しているので、メールアドレスと電話番号、必ず明記の上ですね、えー、ウェブショップの方からご注文いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。次は、君の携帯に電話するぞ。フリーズスタッフでした。はい、ありがとうございます。